私まだ1分前じゃない、ほら、まだ58分。あ、1分前。あいうえお。これはいいんですか？知らない。こんばんは。11月2日しゃべくり松代第262回です。11月に入りましたら途端に大変寒くなりました。今日の最高気温は11月の中旬から下旬だったそうです。さて今日はエコールド松代クラブの秋の遊学文化祭についてお伝えしたいと思います。ゲストの皆さんをご紹介します。エコールド松代クラブ写真専科の小俣光弘さん、そして写真撮影会のモデルのお一人牧野真由美さん、エコールド松代クラブの事務局の半田弘子さん、3名の方です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは最初に半田さんの方から今年の秋の遊学文化祭についてお話をお願いしたいと思います。今年はいつ行われるんでしょうか？はい、今年は11月7日の土曜日です。例年、2日の開催なんですけれども、今年は土曜日1日の開催となっております。文化施設で、体験、発表、展示を楽しみましょうということで行います。よろしくお願いします。はい、それでは少し細かな内容について伺いたいと思いますが、文化施設会場ごと少しご紹介いただきたいと思います。最初に文部学校ではどんなことが体験できたり楽しめたりするんでしょうか？はい、文部学校では当選教、押し花で小物作り、武道、弓道、絵手紙、琴と尺八、舞踊、真田虫、あと木の笛といったところが楽しめます。はい、当選教なんかもとても人気があるようですね。はい、そうですね、新しくなった文学書の方で体験ができます。はい、では旧樋口家住宅では、はい、オカリナの演奏、民話紙芝居がと、あと通年展示なんですけれども絵手紙の展示が楽しめます。はい、それでは、ね、山寺定山亭ではどんなことが行われますか？はいはい、こちらのお申し込み制なんですけれども、高堂志野流の体験が、午前の部が10時半から、午後の部が1時からです。当日でも空きがあれば体験ができます。はい、こちらは、参加費が少し必要になりますね。はい、材料費として500円いただきます。はい、それでは寺町商家では、はい、こちら、11時から箱膳ということで、計画を立てましたが大変好評で、残念ながらこちらちょっと満席になっておりますので、当日ちょっとお申し込みは体験はできません。申し訳ないです。はい、その他に活動していただいているところはありますか？展示などで。はい、華道専科さんの方で、お花の生け花の展示をお願いしています。真田邸の玄関、旧横田家住宅の母屋、それから山寺定山邸の書院の玄関、あと旧前島家住宅の、床の間にそれぞれお花を飾ります。はい、華道専科の皆さんは日頃も文化施設で飾るという活動をしていらっしゃるんですね。そうですね。はい、はい、その他に何か行われるところはありますか？はい、あと秋の遊学文化祭ということで、着物の似合う松代ということで着物園遊来ました着物園遊会ということで、まず、秋の茶会ということで象山神社で茶道石州流のお茶を、10時半から、3時までの間300円でお茶が楽しめます。それから着物で遊んで学ぼうということで、着物を着ていろいろな体験を楽しんでいただくということを企画しています。10時半からです。はい、それから、あと着物ですけれども、うん、はい、着物の着付けはしていただけるんでしょうか？はい、事前にお申し込みをしてお申し込みいただければ9時から10時の間に着付けて、ぜひここの
着物の皆さんとね、街歩きを楽しんでいただきたいと思って、そんなことも受け付けております。はい、その他は、はい、あと着物写真撮影会ということで、例年あの着物モデルさんをお迎えしての撮影会を企画しております。それでは写真専科の尾又さんに来ていただいてますので、はいはい、写真撮影会について少しお話しいただきたいと思いますが、はい、どんな予定になっておりますか？文部学校の前をね、はい、9時に、はい、来ていただきたいと思います。9時半から12時までですね、モデル撮影会をやる予定です。そして会場としては文部学校サラテデを中心としましてですね、行う予定です。特にあのモデルさん2人を使いましてね、人力車に乗っていただいたりして、紅葉のですね、真っ白をですね、撮っていただきたいと思います。モデルさんというお話が今出ましたけれども、モデルさんの一人牧野真由美さんに今日もおいでいただいてます。実は牧野さんは長野市の地域おこし協力隊として松代に来ていただいている方なんですけれども、今回着物のモデルをお願いしました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。牧野さんはお着物はお好きですか？はい、すごく好きなので、はい、今回嬉しいです。あ、そうですか、はい、よかったです。で、松代に来られて、どのぐらいになるんでしょうかね？5月末から来ているので、はい、もう5ヶ月くらい、ね、5ヶ月ぐらい、はいはい、松代を歩いてみていかがですか？はい、やっぱりところどころあの昔の風情のある街並みが残っていて、はい、すごい素敵だなと思います、はい、あの着物を、ね、着ていただいて歩いていただくと、はい、なお一層いいかなと、ね、いいかな、はい、松代の魅力を少しでもあのお伝えできればいいなと思って頑張りますので、 ありがとうございます。はい、あの地域おこし協力隊はもともと、今西条ですかね、はい、西条と西条、豊坂と西条、はい、どちらかというと中山間地のことでは入ってらっしゃるんですが、まあ、あの時にはやっぱりこちらのね町の中のこともぜひかかっていただければと思います。はい、今回あのとても皆さん楽しみにしてますから、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それでは、その他に写真のことで催し物があるそうですけれども、はい、10月の初めにですね、松代藩の真田十万石祭りというのがありまして、その巡回記録展をですね現在やっております。まあ、10月1日から12月の10日までやる予定です。樋口家住宅、松代ロイヤルホテル、国民宿舎松代荘、旧前島家住宅、山寺造山邸というふうにですね巡回して展示しておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思っております。今現在松代荘に飾ってありますね。そうですね、私も今日ちょっと見てきましたけれども、はい、あの今年の真田祭りは非常にあの実は今までになく松代にお客様が見えたという、まあ、その理由は、俳優の大泉洋さんと吉田洋さんが来てくださって、まあ、来年の真田丸の NHK の放映に向けて、真田信之子になられる大泉洋さん、それから小松姫をになられる吉田洋さんがそれぞれのお墓にお参りということでお見えになって、その写真もありましたね。多かったですね、5万人入ったんですね。そうらしいですね、それで今までの倍ですね、はい、そのようですね、いらして本当に盛大でしたね、はい、でその本当に盛大に行われた真田祭りの写真が松代荘に今は飾ってあります。その他また先ほどお話ししましたように巡回して町内いろんなところで飾られますので、こちらも大勢の人に見ていただければというふうに思います。それではですね、先ほどあの半田さんの方から遊学文化祭のお話をしていただきましたが、実はその遊学文化祭、またちょっとあの会場図をご覧いただきながらあのもう少し詳しくと思いますが、はい、文部学校この図、これ実は拡大してありますけれども、これが当日おいでになった方に配られるものですね。はい、そうですね。でこれを手にしていただいていろんなところを体験したりしていただければということになるわけですけれども、まずちょっと寄っていただけますか、カメラさん。カメラさん寄ってください、この図に。あ、寄らない図を大きく写していただけますか。
これを大きく写していただけますか。はい、はい、でこのこちらの方にこれですね、はい、これ文部学校のいろいろです。半田さん、じゃあちょっと説明をしていっていただけますか。はい、はい、実は創実所の方はただいま改修工事が入っておりますので今年は使えません。いつもやる武道の体験は入ってすぐ右側の、建設所になるなんていういきさつもあります。で、そうですね、下に行きますかね。弓道、それから弓道は休日所の方で、あと聖女では午前中は琴と尺八、午後は、木の笛の演奏ということで、木笛専科さんというのが今年初めて入りまして、皆さんも初めて文部学校で演奏ということで歌詞カードなんかも用意して張り切ってらっしゃいますので、ぜひ午前から午後と楽しめますのでおいでいただければと思います。あと、奥になりますが文学書ですけれども、文学書は4月から改修工事終わりまして、やっと体験会で利用できることになりましたので、今年は、当選鏡、広いお部屋ですので押し花の小物作りなんかも、同時に行っております。いろいろ体験できます。また雨の場合はこちらで踊りなんかをやる予定です。で、晴れましたら中の広間の方で真田節と霧の川中島の、舞踊もご覧になっていただけます。また、東條の方では絵手紙の体験、ちょっと遅い時間からですけれども午後遅くまでやっておりますので、あちこち回った後でもゆっくり午後楽しんでいただけます。建設所では先ほど申し上げましたが古武道の体験となります。で、総合受付が入り口のところにございまして、そこではプリントサービスもありますので、デジカメをお持ちの方、いろいろ写真撮ったらすぐその場で100円でプリントもできますのでご利用ください。はい、先ほども言いましたが一部材料費のかかる体験もございますが、基本的には無料で、随時体験ができますので、いろいろ回っていただけると思います。またこの日土曜日ですので、小中学生さん、文部学校真田邸等入場料無料ですので、そういった意味でもお子さんにも体験していただけたらいいなと思っています。では文部学校以外のところもちょっとじゃあまたご紹介しましょう。はい、どうしようかな。増山神社で大丈夫ですか、ね、はい、はい、じゃあこちら行きますかね。はい、はい、増山神社では秋の茶会ですね。秋の茶会ですね。はい、どうも絵馬殿といって、いつも手を洗う水道、水のある奥の方でやるかもしれません。社務所となってるんですけれども、とにかく300円でお茶とお菓子ということで、まだ多分紅葉、今本当に紅葉綺麗ですので、まだ多分持ちますので綺麗なところで体験してください。じゃあ次、山寺定山亭の、はい、山寺定山亭ですね。はい、こちらですね。はい、ここも紅葉の名所なんですけれども、そんなところで香道という奥ゆかしい体験がでも気軽にできます。はい、はい、あとは何だろう、樋口ですね。はい、樋口家住宅、はい、樋口家住宅も、は発表の部門ということでオカリナと、紙芝居、三輪紙芝居、あと絵手紙の展示ですね。はい、はいですね。はい、三輪紙芝居が10時からと11時から、はい、オカリナが10時半からと11時半からということになってますね。はい、はい、コンテストの話していいですか。はい、はいはい、すいません、ちょっと先ほど申し言い忘れてしまったんですけど、写真撮影会で撮った写真を、毎年写真コンテストということで募集しております。締め切りが、12月の11日です。この時撮った写真はもちろんですが、1年間の松代のいろいろな風景をぜひ応募していただいて、こういったパンフレットの出していいですかね、表紙とか中に使わせていただきます。これ去年 のモデルさんの上の方なんかは様子ですし、下の方は真田祭りの様子なんかもありますが、まあ、どうしてもモデルさんと真田祭りに集中して、それはとてもありがたいんですが、春夏秋冬と季節を通しての募集していた応募していただけるととても嬉しいです。はいはい、写真の今の、コンテストの教員で尾本さん、写真専科の方として何かありますか。はい、サイズはですね、四つ切りです。ワイドも結構ですので、ぜひですね、四季折々のですね写真を応募していただければと思っております。
例年大体どのくらいの応募がありますか？今110ぐらいの感じね。そうですね、はい、そうですか、はい、110っていうと結構の数ですね。数でいいですね。審査なかなかね、例年大変ですよね。内容的にもすごく上位のね、はい、いい作品が集まっております。はい、はい、そうですね、はい、いよいよ近づいてまいりました今年のエコールドマッチロクラブの秋の遊学文化祭ですけれども、今内容はいろいろお話しいただきましたが、大勢の皆さんに訪れていただいて楽しんでいただければというふうに思っています。これは文化施設で行っておりますので、当日お見えになった観光客の皆様にも楽しんでいただくということも兼ねてやっております。大勢の皆様のお越しと、それから楽しんでいただくために皆さん、働いてくださる皆さんが、これから頑張っていただくようにお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。コールドマッチロクラブの写真専科の小畑光弘さん、それからモデルの牧野真由美さん、そして事務局の半田博子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。はい。三田さんじゃない今日は。そう、今日はね、三田さんはちょっと用事ありまして、ね、はい、あ、そうですか、はい、私が代わりに慣れないもんね、一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではね、はい、早速ですが、お知らせから、ね、はい、言います。お知らせからです、はい、これはね、明日3日ですね、はい、ワンコインコンサート、これがね、ワインじゃないんだ。ワインやん、ね。あ、ワインじゃん。ワンコインですね。私のワインって見ちゃう。酒好きの人はどうしてもそっち行っちゃうけどね。ワンコインですね。はい、わかりました。それで、まあ、入場無料でもって、うん、はい、行われます。500円です。500円です。ワンコインだからね。あ、ワンコインだから、ね。無料じゃねえやね。ワンコインだから、ね。はい。はい。そんなことでね、ぜひまた、明日です、ね。明日です。12時15分から、ね。そうですね、時間はね、はい、ご覧ください。はい、それから今一つ。はい、これは町歩きセンターを中心にですね、はい、何回も行われてますけれども、これは11月の今月の21日、はい、城下町真っ白の文化財をの建物を巡る町歩きのあれですよね。これもね、真っ白にはまあ貴重な文化財がいろいろあります、はい、その建物を、まあ、皆さんに見ていただくということで、はい、まあ、非常に珍しい、まあ、企画でありますもんでね、はい、ぜひ大勢の皆さんに来ていただきたいと、はい、こんなふうに思います。はい、はいはい、以上、お知らせは以上です。はい、それでは片桐さん、来週の予定を。来週の予定、263回になります。私ですね。それでパーソナリティは宮里さん、例によってまた賑やかにさせていただきます。あ、わかりました。で、ここにカンペがあるんですけどね、それでね、ですね、はい、豊坂にお住まいのね、郵便局長の曲尾真一さんにね、置いていただく、はい、カンペ隠してるんですよ。ですね、内容はですね、豊坂に、お生まれになってね、住んでられて、で、郵便局長さんなんですけども、そのどうしてね、郵便局長さんになられたかというようなね、そのいろいろなドラマがあるみたいでね、まあいろいろあるんじゃないかと思うんですね。それからあとですね、いろいろまあ山の中のね、山の中って言っちゃいけないですね、あまり町じゃないところの郵便局なんでね、いろいろとご苦労があるみたいで、いろんなね、試行錯誤しながら運営されてると
ということで、そこら辺のお話も伺ったりですね、カンペ、あのお客様への対応の方法もなんですね、そこら辺もいろいろご苦労なさってるというようなお話があるようなんで、さっきからね、二本松さんがね、カンペ隠しちゃうんですよね、もう勘弁してよ、勘弁しないですよ、もう本当にというようなことでね、はい、冗談ばかり言ってますけども、そうです ね、これが会議民局なんですよ ね、 そうね、地方のね、はい、ですが、まあ、いろいろと、はい、そのご苦労話があると思います、はい、ぜひ皆さんご期待ください、はい、そのようなお話、はい、じゃあまた来週よろしくお願いします、はい、見てください。